こんにちは、赤大好き、トモト群馬ちゃん大好き、姫がお送りするエアマルチまったりマインクラフト。撮影日は、危ない。12月23日2時41分です。ちょいと、厳しいかもしれん。明日の仕事はね。まあ、でも明日行けばお休みだから、お休みパワーが発揮されて大丈夫だとは思うけどね、うん、それでは作業込みが来ているのでそちらからやっていきましょう。こんばんは、大変遅くなりました。作業込みです、よろしくお願いします。頑張ってね。はい、ありがとう、頑張るよ。ナンバー909、ルポツです。防具の革、白と鉄、式場に入れたやつね。違いを見比べてもらえてよかったです。この2つを同時に作った甲斐がありました。もう少し染料に余裕ができたら他の色も作りましょうね。そうだね、いろんな色の防具を使って飾っておきたいね、うん、革の白と鉄の鉄の違いを見れたのはよかった、意外と同じようでちょっと違うみたいなね、違いがあってね、面白かったね。よいしょ。それではこの後に木こりの作業がありますが、今ちょっとロード中でもなかったわ。太陽どこだろうって今なってて、うっすら、太陽を見失っていたよ、よいしょ、よいしょ。で、最近地味に歯が痛い。虫歯なのかな。いや、虫歯じゃない気がするよ。だって虫歯ないもん、俺ちっちゃい頃から虫歯なかったもん。今更になってそんなにしまいや。心当たりがないこともないから嫌なんだよな。いや、まあね、オフ会で友達ん家に遊び行ってって、そこん家の子供が重曹を飲むときラッパ飲みをするんだよね。コップに移さない、そうだから子供たち用のと俺用ので別に買っていってたんだけど、勝手に飲んだりとかしてたんだよな俺の。ちょっとなんでこれ減ってんのっつって、俺のジュースなのにそっちあるでしょっつって、で歯が痛くなっ、最初に歯が痛いってなったのが確か帰ってきてくる前だけどね、それこそ半年とかそのぐらい前の話なんだけどさ、最初に痛いって思ったのね、ワンちゃんそこで虫歯うつされたんじゃないか説、口づけしてジュース飲んでたからね、子供たちの虫歯菌が僕の口の中に移ってるかもしれない、ワンちゃん。それまで一切虫歯にならなかった俺の歯がもしかしたら虫歯になっているのかもしれない。ただ虫歯になったことがないから何とも言えない、ワンちゃん偏頭痛がしていて、その頭痛の痛みが歯の方に、まあ、逆だよな普通は。なんか頭痛するな、それが虫歯だったっていうあるらしいか、頭痛いなと思ってたけどそれは肩こりから来る頭痛だったとかね、あるからね。虫歯なのかな、やだな、虫歯だったらやだな。でもさ、指で触るとさ、奥歯の奥に歯が生えてきてるんだよね。
知らずかな。親知らずも生えない世代だったと思ったんだけどな、うん、最近の若い子は若いと、うん、俺らよりも若い人たちっていうか、うん、まあ俺らからって感じかな、うん、親知らずが生えにくくなってきていると、うん、生えない子もいるとらしいですよ。遺伝子的に親知らずというものがいらなくなってっていう、うん、で高校の時理科の先生が言ってた気がする。ただがっつり生えてたわ。指で触ったらなんか歯茎が硬えなって一箇所だけなんか歯茎に一箇所だけなんかポツンってなんか塊があるけど、なんだこれっつって、これ歯じゃねえかっつって、これが歯茎をなんか、うん、押し上げてて痛いんじゃないかっていう、うん、まあ親知らずにし、親知らず痛いっていうしね、親知らずにしろ虫歯にしろ嫌だなって。歯医者行けるって話かもしれないけど、歯医者ってあれどうやって行くの？普通のお医者さんとかはさ、ちょっと風邪ひいたんでっつって行けばいいけどさ、歯医者ってなるとまた別なんじゃないの？予約とかいらないの？あれどうなの？行ったことないから何とも言えない。さっきこれが終わりましたので、恒例アイテム確保は増産度早見表、サトウキビ、ドーナツ、ケーキ、あ、ケーキ、ドーナツじゃない。パンプキンパイ。絵文字だったか、ちょっと。パンプキンパイ、ケーキを開幕で取ってきました。そして、スイカ、トリキオ、カボチャ、パンプキン、パイ、じゃない、ジャックオランタン、ジャックさん用だね、これ。うん。で、鶏肉、豚肉、と、よ、羊毛と、鶏肉、豚肉、羊毛と、ございました、うん。そして、皮も取引、取引じゃない、皮も、やらなくてはいけない。君、そこ君、来なさい。君にはね、ちょっと、ここはちょっと、容疑者として、名前が上がっているんでね、君は申し訳ない、申し訳ないが入っても、申し訳ないが入ってもらおうかね、この中にね、申し訳ない、容疑者確保、はい、早くスイカ畑が、あの辺危なかったからね、ギリ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 だった、うん、これは早急に対策を狙えば早急に対策を狙えばまずいですよ、姫。スイカ畑が、スイカ畑がやばいです。うん。さあ、続いてアイテム作成、パンプキンパイ&ケーキの方に移ります。はい、タネマス、おやすみなさい。よいしょ。パンプキンパイ、おとといが冬至だったので、おはようございます。うん、そうなってくるとあれだよね、今ちょっとあれだよね、これ、ほぼなんでもよくなっちゃうね。明日はあれかな、うん、おとといってか3日前が冬至だったのでとかになるのかな、うん、それずるいよ、姫。トイレ行きましょう。よいしょ。ねえ。大変だからね、パンプキンパイ作るのが意外と。うん。姫。卵と、うん。
や卵が結構な量溜まってきちゃったから、それの消費のためにやってるのかもしれないけど、砂糖とかぼちゃが砂糖とかぼちゃが間に合わなくなってきちゃうかな。ちょっと控えめにお願いしたい。まあいいんだけどさ、どっちかなら大丈夫だと思う。両方ってなっちゃうとね、卵と砂糖はケーキもパンプキンパイも両方とも使うでしょ。卵はいっぱいあるからいいけど、砂糖の方がね、今そのときに強化してるけど、ね、やや不安があるか。その代わりあれだろうね、紙に関する、紙っていうか紙系の取引が減るとは思うんだけど、あ、でも大丈夫だな、意外と大丈夫だった、ごめん。ここのかぼちゃハウスはどんぐらい取れるんだっけなってふと思った。あれ1スタック超じゃなかったっけなって、そう考えるときついかなって思ったんだけど、2スタックいくなら全然いいや、ごめん、なんでもない、パンプキンパイもケーキも大丈夫です。砂糖が若干あれかなっていうのはあるんだけどね、砂糖キビ結構伸びるスピード早かったからね、前回見てる感じ、前回結構早かったもんね、あの一列取ってってやって、で他のことやってたらまたもう持ちつ分伸びてってなってたもんね、そうだね、大丈夫だね、ごめんね、大丈夫だよ、大丈夫だよ、姫、隣に向いちゃって、左向いちゃって、大丈夫だよっつって左向きながら言っちゃって、寝ぼけてるっていうか、夢の中でね、姫とマインクラフトをやるっていう夢を見て、隣に姫が見ていて、姫がメモ帳を見ながらね、今日の作業コメはこれとこれとこれとこれですみたいな、やりながら、俺が動画を撮りつつ作業をしながら、姫が隣で、作業コメントを読んでくれるっていう、そういうのをやってた。よいしょ、このパンプキンパイは豚さんちのエメちゃんチェスト、エラル。続いてケーキ3個を作る、豚さんちのオノチェストに入れる。牛乳砂糖卵を、砂糖がなかったかな、牛乳砂糖卵小麦、理由としては本日天皇誕生日だからです、23日がね、そうだね、まあ、天皇の誕生日なのに仕事っていうのはちょっと嫌なんだけどね、あ、言ってなかったね、ごめん、休みだと思ってるんだろうな、そうだよな、赤い日だもんな、ごめん言ってなかったね、毎年そうなんだけどさ、毎年うちの会社で23日出勤になるんだよね、天皇の誕生日に、失礼なね、天皇陛下の誕生日だというのに休ませてほしいわ、なんなら、ね、クリスマスよりも天皇の誕生日の方がね、みんなで、ね、お祝いするためにケーキとか、ね、並べて買ってね、するべきだと私はそう思いますよ、
セミちゃんチェストもここで正解だったと。どのチェストもここで正解ということです。よかった。さあブーブーを増やして、ブーブーを増やしておいて、さらばだ。続いてアイテム作成層の2、用意するもの占領、緑4個、骨粉4個、黄緑かな。ライムを8個作る。これで8個になると。OK。失礼。で、そしたら、6マス通路。ああ、ということはこれはもういらないということだね。OK。6マス通路、水ベーカーは用意されても磨かれた占領管用庫。ラージチェストと書いてあったんだ。OK。で、今一瞬思った。前回磨かれた戦力艦を置いたところです。磨かれた戦力艦の間にある砂4個撤去。撤去した場所に磨かれた戦力艦を4個置く。これで戦力艦が2列になります。なりました。この4つがここに来る予定だったんだ。そういうことだ。うん。前回の2個で、2個、2個で置いて、計4、8個っていう。あれだね。ごめんね。砂を撤去すればよかったの。ごめん。続いて、村人の確保法ということですが、さっとウキビを取っておこうね。よいしょ。あ、結構取れるね。これなら全然だね。むしろパンプキンパイとケーキ持っていっぱい作ってもいいぐらいだね。いや、それはさすがに言い過ぎかもしれない。うん。砂糖にする分にはいっぱい作れるけど、これで紙を作るとなるとね、大して作れないからね。うん、今日使った分を戻した感があるね。村人確保&確認、用意されてもフェンス適量、看板適量。フェンス適量、うん、このいらないな。うん、看板適量。職業の下の職業の村人確保、確認する道具家事、黒いエプロン、トモさんが欲しいで、下の村人、フェンス、看板で確保する。確保すると人数、場所はトモさんの先どうぞということなんですが、この人だよね。効率化3の人。あとは、下手したら、もうすでに自分から飛び込んできている可能性もあるよね。で、あとどこだ？この人か。この人だな。幸運家だ、この人。タイミング悪かった。おしゅめ。口の中、実の味がする。なんでだ。おはようございます。こっちは、そこにいる人だね。幸運と、効率化のおいちゃんね。うん。あとはこっちだな。こっちにもいたよね、道具家事。
はいえ今後確か鉄を鉄をじゃない鉄のシャベルを取引でもらいますと交換しますと言っていたから止まりたまえ。あっちょまシルクタッチついてる。ちょっおいちゃんおいちゃんちょ一旦外出ようぜ。おいちゃんシルクタッチってお前このシルクタッチいいね。うん、効率強化に視力タッチ、半端ねえな。うん。これ、おじゃ、おじゃ、これ。はい。視力兄さん、ちょっと。視力さん。はい、視力さん、かっこ。視力タッチは、だって。ようやくだよ。ようやくガラスをパリにせずに済む日が来た。シルクさん、ごめん。書く場所が悪かった。はい、シルクさん。ね、わかりやすいね。今後取引するときにね。今回は鉄のシャベル、シルクさんから取引ですっていうふうにね。できるからね。ラッキーマンどこ行った？懐かしいでしょ、ラッキーマン。ラッキー、ラッキー、アンラッキー。あ、ラッキーマン。大丈夫。出た、ラッキーマン。この人は道具鍛冶3だ。さ、とりあえずさ、ごめん。いい加減ごめん。うん、いや、俺が悪かった。安心しておいて俺が悪かったよ。はい、OK。ラッキーマンはどこにしようかな。まあ、とりあえずさ、とりあえずこの人たちなんとかしようかな。農民でしょ、この人だけでしょ、他の人たちがいらないみたい。どうしよう、天井に頭がぶつかって入れないっていう。どうやって入ったのか知らない。うまいこと出したね。 OK。どうしよう、うん、いいよ、移動してどんどん。あそこでもいいな。そこいいな、そこいいな。ガラス置きづらいな。とりあえず、ね、とりあえず確保しておいて。あ、でも邪魔だね。なんかいい感じじゃない、道具鍛冶っぽくない。あ、防具鍛冶っぽいな、これだと。ね、ごめんね。とりあえずは、じゃあ、ね、どうするか。こっちじゃない方がいいな。こっちだと道具鍛冶2人いるから、まあラッキーさんとあっちは3の人だから。うん。効率さんとラッキーさんだもんね。効率さん、ラッキーさん。うん。真横っていうワンちゃん。ワンちゃん真横っていう。きついな。そのわけわかんなくなるもんな。商売敵で。そう。ねえ。だいぶ争っちゃうんだ。ね、あれ、なんで置けないの。
なんでだ、あそこに人がいるから。どう嘘だろ外にいる人に反応して中にタイムタイムじゃない置けないってどういうことだ。地味にその電話ボックスを気に入る人が多いんだよな。この人いいね。いずれそこを窓パリン割っちゃえばさ、ちょうどいい感じにお店になるじゃん。ねえ、ここでドライブスルーみたいな感じで、よし、せーみたいな感じだね。あんた、運がいいよ。幸運だ。やっぱあんた幸運さんだ。幸運、幸運さん。幸運さんと公立教科さん。ただ幸運は何なんだい、あまりよく分かってない。公立教科さんでしょ。どういうことだい幸運って。幸運ってどういうことだ、よくよく考えたら。あれどういうこと。砂とかを取ってるとたまに金が出てくる的な、そういう超幸運だなそれ。幸運っていうか激運だねそれ。うん、まあとりあえずはあんな感じでどうでしょうか姫ね。うん、加工したら取引内容を全部確認する。エンチャント内容の確認もお願いに。シルクさんと、シルクさんは効率強化2位だった気がするな。で、幸運さんは効率強化3だから、この人の上位互換だね。この人。この人はただの効率強化3だから。うん。幸運さんの方が、いい感じだね。うん。師匠多いな。あとは稲下げだもんね。道具家事の人ね。いや、わかんない。うん、閉じ込めた二人が、ありえるな、閉じ込めた人。やっぱ2位だね、うん。閉じ込めた人、ワンチャンっぽいよな。こいつ農民でしょ。どうせ、癒しだって。ごめん。畑荒らしの二人がもしかしたらワンちゃん道具家事かもしれない、ね、多分両方とも農民とかヤシとかそういう感じだったね。羊飼いとか、うん、さて続いて提案ということで、サトウキビ畑もう一つ左側に作るのはどうですかね。今ここにあるサトウキビ畑をもう一個左に同じように作ると、水源はさらにその左側に位置で作ります。もし作っても OK の場合は水源位置列の下を全部ジャックさんにする。以上、今回は全部で8項目です。よろしくお願いします。頑張ってね。はい、というわけで早速ジャックさんを作っていこう。うん、早速採用。採用しないわけがないじゃないか姫。あ、失礼したことか。皮を一切やっていなかった。取引していなかった。取引じゃない、増やしていなかった。申し訳ない。若干と奥歯の痛みと、若干のぼーっとする感じ。でもここ最近タバコをやめたおかげか何かわからないけど、いつもの、眠いってなってたんだけど、そんなに ならなくてね。今週はこれ全然平気だみたいになってたんだけど、ちょっと今日はきつかった。今日というぐらい昨日かな。まあ早番だからどうしてもね。で今寒いからさ、ま
窓が凍っちゃったりとかするんだよね、霜張ってたりとか。だからまあ5時に家を出るか、5時ちょい前に家を出ればいいんだけど、おやすみなさい。まあ、エンジンとかつけなくちゃ、だから4時半ぐらいには1回起きなくちゃいけないっていうね、おはようございますっていうのがあってね、まあ睡眠時間がだいたい1時間2時間っていう感じだったりするんだよね。うわ、そっか、土でいいんだ。と、ジャックス、あ、全部って言ったね、これ。制限一列の下を全部、OK。ありがとう。うわ、超重い。今、すごい重かった。よいしょ。ここが制限の1個下のマスになるので、ジャックさんを置いていきます。ほんと早番嫌い、無駄に早いんだもんだって。まあその代わり2時間早く帰れる的なのあるよ。まあその2時間早く帰れるってだけのため、全然いいんだ、むしろ、固定ならいいけど固定じゃないからね、きついよね。よいしょっとね。まあ俺はさ、それでもさ、まあなんとかギリギリギリっていう感じでやっていけるけどさ、それに合わせて姫も同じようにさ、この生活のリズムを合わせてもらわなくちゃいけないっていう、その状態がね、申し訳なくてね、いつも姫にも大変な思いをさせてしまっていてね、申し訳ない。ね、ごめんね、そしてありがとうね、いつも。休みパワーが発生するから、そういう時あれ超動けるみたいな、体が軽いみたいになるから
おやすみパワー。週末にのみ発動される予備電源みたいな感じかな。さて、まあいつもならこのアラームが鳴ってからちょろっとやる、いろいろやってからなんですが、ちょっと予備電源が発動されるとはいえ、さすがに1時間の睡眠はきついということで、うん、でもまあ大丈夫だよ姫。うん、うん、大丈夫。大丈夫。うん、まあ、うん。君もね、いつも大変だよね。早番とか遅番が俺の時間に合わせてコメントを送ってくれてるから、うん、ごめんね。うん。まあ、姫が頑張ってくれてるから、俺も頑張らなくちゃなってからね。よいしょ。でも一応コメントは終わったよね。終わってるね。うん、コメントは終わったから、良い？昨日はちょっと長かった、言うて長くなかったような気もするんだけど。昨日ちょっと長かった。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントなどある方は下のコメント欄もしくはask.fm までよろしくお願いいたします。以上、赤大好きともと群馬ちゃん大好き姫がお送りいたしました。またね。